おはようございます。おはようございます。海老名駅に来ました。来ましたね。ねえ。はい。ということで今日は何をしに行く企画でしょうか。はい。今日は海老名から川越まで一本で行けるというのも聞いたんで行ってみようかと。海老名の7時20分発の川越駅に乗って、川越駅に乗って、はい、川越まで行ってきます。レッツ埼玉。はい、レッツ埼玉。はい。あ、じゃあちなみにですね、これ買った。気合入ってる。おお、お勉強そうにゃ。お勉強そう。お勉強。ということで、とつか今日も川越まで、はい、張り切っていきましょう。はい。レッツラゴー。ゴー。そうにゃん来たね。川越行き。確定川越。JR 埼京線直通行くからね行くからね行きましょう。難しいこと考えてるでしょう。怖い顔になってる。本日も通勤線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は JR 線直通岡崎駅川越行きです。次は柏台です。すればいいのかわからない。ぼんやり空だけを見ていたい。透き通る海を見てたい。気楽に行こうぜ。昨日も明日も忘れてようぜ。力抜いていこうぜ。まもなく北の山は北の山です。お出口は右側です。右の線はお乗り換えです。楽しいこと考えてるでしょう。魅力的な君の表情。雨の日には本でも読もう。伝えたいことを言葉にしよう。言われたって気にしない。そうできりゃこんなに悩んでない。まもなく西谷です。お出口は右側です。横浜方面はお乗り換えです。
向かう先お出口は右側です。東海スピードクライン南北線コース交流車線コース広線は右側です。Thank you.
番気になりましたね。川越駅来ましたね。来ましたね。なんか来てよ、もう電車ぶつかっちゃうんじゃない。あ、そっち行く。どんなテンション、やばいテンションだったんですよ。やばいテンションだったんですよ。ソンニャ来ましたね。2時間お疲れ様だにゃ。はい、ということで、はい、川越駅まで来ましたね。2時間ぐらい、2時間15分ぐらいです。どうでしたか、乗ってて。めっちゃ興奮してました。まあ、相鉄がね、はい、川越まで来るって、ね、どうでしたか。いや、すごいいくつもの街を通り抜けてきた感じだったから、少し車窓が、まあ、都会になったり、田舎になったり、田んぼになったり、面白かったですよ。面白かったですね。じゃあ皆さんも海老名浜川越駅にぜひ乗ってみてください。朝早いから1本しかないからね。これから川越の探検でもしようと思います。またにゃ、またにゃ。すごい。あ、影がいいっすね。ずらしちゃうときは思ったけど。